さんこんにちは。こんにちは。シーンみたいな。コミュ障ですか皆さん。今からパグスクーター。シンゴちゃん何の店かしてる？ベスパランブレッタの専門店。ブブー。あれです。ベスパの専門店。リパン。今日はドンファンの納車日です。あ、いてた。あの人ドンファンです。はい、ローマの休日に出てきてたようなベスパをフルレストアしてそれが完成したということで見に行きたいと思います。はいはい、到着。おはようす。いよいよ完成した。おめでとうございます。あ、社長ご無沙汰してます。お友達4人で来ました。あ、そう。これを見に完成。皆さんドンファンです。ドンファンの両親です。ありがとうございます。まだのお世話に今日ナンバープレートだけ持ってきて、はい、まだこれからテストランしてくれます。3ヶ月ぐらいかかりました。4ヶ月。塗装がね、なかなかできなかったんで、普通、まあ、ポリウレタンっていう塗装の資料なんですよ、はい、車を見なさい、はい、これ昔のラッカー塗装してあるんで、うん、あんまり輝いてない。なるほど。もうこれで走りましょう。これでいい。これでミラノ、ミラノ、これ、ミノーの MI じゃないですよね。ミラノ、当初のバッジがあるんです。これミラノのリーダーさんで作りました。作って4162台分の201番で作っている照明だね。だからミラノのナンバーと思って、はいはいはい、ちょっと合わせました。マスター、このバイクの一番の売りは何ですか？やっぱり今回初めてやったラッカー塗装やで。これ年代的には53年ですわ。53年、1953年です、はい、この年代から乗りやすくなるってね、うん、言うてはった あの動画で。あ、これからですよ。あ、そうかそうか。エンジンとかが変わってるんで、まさにあれですか、オードリー・ヘップバーンのあれですか？そうです。1つ後ですわ。ちょっとこの間のところまで押して、はい、で、あそこで乗るということです。あ、なるほど、わかりました。社長が、はい、じゃあちょっと100メーターほどあるけど、はい、行きましょうか。はい、またかかれへん。じゃあ行きましょう。マスター、見て開けっぱなし大丈夫ですか？大丈夫。2回のやつからね。はい、じゃあお願いします。まず、はい、燃料コック、はい、燃料コックを今カット C の位置ですから、これオンにします、はい、でこちらの、こちらの方に回すとリザーブになります、はい、でチクラー、これチクラーっていうのがついてるんで、はい、それを何回押すかでかぶったりしますの でこれを、まあ、今回1っていう感じでやってますね、はい、で1で、まあ、軽く燃料をこうやってこうやってこうやって送る、うん、これで、ちょっと前の方に座って、うん、なんかね、この間気づいたけど、かっこいいの乗り方。うわ、あの階段のとこですか？あ、どこ？あ、ほな、行きましょうか。かっこいい。いや、まずオーナーから。
ゃうって。乗ってる。はいはいはい。あのどちらローマの休日のやつは切れてるんですね。うん。英語で英語で英語で、まあ日本語で。だからそれは52年までです。はい。でこれは50あのこうなった完成形のまあ初めての機種みたいな。綺麗だな。かなりね形から言うたらね、僕も見とったけど、この時代からかなりなんじゃないかな。簡素化されたというか。まだこれはだから1機種しかない時代やから、ね、はい、55年から2機種になる。はい、ほんでこれ8インチなんですね。そうです8インチ、8インチホイール。いや、もともとは8インチの設計です。あー、すごいな。波打ってるとこういうのがあった方がいい。あれがこう、ここね。いやいや、ほんとこここら辺にちょっと行って、ベッド跡みたいな。あ、なるほど。あれが、あの、出たのに塗るとめっちゃくなってくるんですよ。やっぱ、あ、そういうこと、こういうことか。ラストはやっぱ、打ってるんだよ。なるほど。だから、エッジが立つっていうの。いや、こう、綺麗にこうなった方がいいと思うんだけど、やっぱ当時の雰囲気だと思ったら、こういう感じに。多分当時はもう、これよりもっと弱い、ラクターも。ミシュラン、はい、ごめんなさい。社長、またこの動画で問い合わせあるかもしれませんよ。